はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書2章、テスト対策やっていきます。で、問題2もありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか、ちょっと厳しいとかね、不安なのがあれば、今から自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回は規則性と呼ばれるタイプの問題です。で、この、まあ、2章の中では非常に難しい方に入ります。特に1年生にとってはね。で、数学が苦手な方なんかはもうそもそも見た瞬間に無理みたいな感じになりやすいとこです。で、なんで今回これを取り上げたのかっていうと、もちろんテスト対策だからっていうところもあるんですが、このタイプの問題ってね、難しいのは本当に難しいです。おいみたいなのも出てくるんですけど、実は難しそうに見えてそんなに難しくない。今からね、ちゃんとしたやり方とちょっとずるいやり方も教えるんですけど、それを使うと結構楽じゃんっていうのもあるんです。だから特に学校の定期テストレベルだったら、これぐらいのレベルがね、結構出てきやすいので、ぜひ数学が苦手な方、もう見た瞬間に無理って思う方も、ぜひ解説聞いてみてください。で、ちょっと前置き長くなりましたけど、まず1番図1があります。あれは棒を使って正方形を作ってます。まあ、これ4本ね、1,2,3,4 ってつって、それを右にどんどん増やしていく。で、正方形を N 個作るには、棒を何本ね、棒は何本必要か、その必要な本数を N を使った式で表しなさいという問題。もう正方形 N 個とか言われた時点でちょっとね、気をね、もう嫌だって思うかもしんないんですけど、これまずちゃんとした解き方いきます。で、基本的には表を作るのが、まあ、オーソドックスなやり方になります。表を作る、それはね、例えば正方形の数と必要な棒の数を今言われてるでしょ。じゃあ正方形が N 個だから、じゃあこっち正方形、上ね N 個の方で、下が必要な棒の数とします。で、表を書いていく。正方形が1個の時、棒は何本必要ですか？これはもう4本だよね。1,2,3,4 って1個作るには4個。だから棒は4本です。じゃあ正方形2個の時はって。右はね、図が書いてあるので、1,2,3,4 に5,6,7 だね。右に3本足すことによって正方形が1個右に増えていくからね。じゃあ正方形3個の時はって。で、数えると10個になってます。あ、10本になってる。で、表を書くときは基本的に3つ書いてても大丈夫。心配だったら4つ欲しい。2個はやめた方がいいです。最低3つ。1,2,3 ってね。で、こっからこの N を使ってここの関係を導いていきたい。こうつなげてね。で、今回今ちゃんとやるんだったらなんだけど、これこっからいこうか。7っていうのをね、まあ元々4があるんですけど、7っていうのを、これが3本ずつ増えてるよねって気づくと、4に3を足したものだよねって考えます。で、こいつ、4に3を2回かけた6を足したものだよねって。まあ3が2個増えてるよね。3増えて、また3増えてるからさ。3が2個増えたよねって。これも 3×1 って意図的に書くとこうなる。で、そうすると、結局4足す 3×1、4足す 3×2、じゃあ、この4の時どうなるかなって予想すると、4たす 3×3 だろうなって予想がつきます。こうやって規則が見つけられるので、今変わっていく数字はここでしょ。1,2,3、4たす3、ここまで全部固定だからさ、ここだけが変わっていく。で、変わっていくところの数字を見ると、 N が2の時は1なの、 N が3の時は2なの、N が4の時は3なの。つまりここに書いてある N の数字よりも1個少ない数字になってる。じゃあこれをずーっと言った時、トン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 って言って、じゃあ N の時どうなるかなって考えたら、 N ここね、考えた時には、当然4たす3までは固定で同じです。で、さっきも言ったように、ここに書いてある数字の1個小さいのがここに来る。こっちだ、1個小さいのがね、だからかける N の1個小さい数字が来るから、 N-1 だろうなって予想できます。つまり必要な本数 N ね、正方形 N の時必要なのはこれだと。だから
4たす 3×n-1 で、これを展開し、展開というか3配って 3n-3 だよね、ここ下入ってるかな、ちょっと怪しい、あ、怪しかったね、ちょっとごめんよ、ちょっと議員なんで口説明でごめんね。ここ 3n-3 なので、それで計算すると 3n+1 となって、これで終了となります。これが一応ちゃんとしたやり方です。ただ数学が苦手な方はもう途中から聞きたくなかったでしょ多分ね。俺中学の時数学得意じゃなかったんで絶対嫌だもん今の説明と思うんですが、まあちゃんとしたやり方も一応頭に置いといてほしいと。じゃあずるいやり方は何かで、このずるいやり方は基本的に全部のこういうタイプの問題で使えるとは限りません。ただ最初にも言ったように学校の定期テストで出てくるこのぐらいのレベルであれば使うことができるので、これは覚えておくといい。まあそんなんもあるんだねぐらいでいいからさ。じゃあどうやるかっていうと、まず表は作ります。表はで、ちょっと今回右の問題でね、あの使えなくなっちゃうので、こう消していい？ごめんね、説明したの消しちゃって申し訳ないんだけど、こうやって表を3つ分はこれは必ず書いてください。めんどくさがらずに、これは数えるだけだから。で、何を確かめるかっていうと、3つ書いた時に何個ずつ増えてるのっていうのをまず探ります。で、今回見て分かるように3個ずつ増えてるよね。プラス3してる、プラス3してる。で、これが3個ずつとかになってなかったらこの裏技は使えません。でも3個ずつ増えてるってなってるから、3個ずつ増えてるんだったら答えのところは 3n を絶対使えます。今 n だからね、元が 3n を使うので、その後にプラスホニャララとかマイナスホニャララが基本的にくっつく。本当はここでプラス1になってるでしょ、ここに。じゃあそれをどうやって考えるかっていうと、これどこの表を使っても構わないんだけど、例えばでここ使おうか。 n が2の時7になりたいの、いい？ n が2の時7になりたい。 n に2を入れたら3、2が6だよね。それを7にするには1足りないんだから足す1すればいいじゃんって考えるんです。で、答え同じでしょ。こっちでいこうか。 n が3の時10なの、だから n に3入れるとサザンが9、10にするには1足りないからやっぱりプラス1をつけなきゃいけないんだよね。だからこうなるってやると、これで丸になります。もちろんこれは途中式をかけてやるとちょっと厳しくなっちゃうんだけど、いいかな。まあ、こんな感じでやる方法もあると頭の片隅に置いといてください。で、そうすると2番もいけます。今度は石を並べます。こういう図2みたいな感じ、正三角形ね、こうやって石を並べて作りたいと。で、一辺に X 個の石を並べるとき、今は一辺に 1,2,3,4,5 個並んでるね。この時に必要な石の個数を X を使った式で表せとなってます。で、これも表を使っていきましょう。じゃあ、X、あ、まあ、いいか、正三角形、あ、いいか、一辺に X、 これ一辺ね、 X の時に全部必要な数、全部って書いておく、音が鳴っちゃった、ごめんよ全部が書いておく。で、今じゃあここ乗ってるから数えちゃうか。一辺に5個の時ね、石何個かっていうと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個です。で、これはもう書くしかないから自分で書いていきます。で、増やすよりもやっぱ減らす方が簡単なので4個書いてみようか。 1,2,3,4トントン4、トントン4、こうなってるね。で、数えると、1,2,3,4,5,6,7,8,9 なってる。つまり、一辺が4個だと9ってわかります。で、もう1個減らしましょうか。1,2,3、トントントン。一辺が3の時は、1,2,3,4,5,6 になってます。こうやって、まあ3項目ね、書き終わりました。調べたからね。じゃあ、こっから探っていこうという問題。で、これは先にずるいやり方で先やってしまいます。で、その後にちゃんとしたやり方をちょっと説明しますね。で、これもチェックしていくと、こうやって3個ずつ増えてるんだよね。だから今 X だからね、さっき N だったけど3個ずつ増えてるから、つまり 3X は必ず使います。で、それにプラスホニャララマイナスホニャララがくっつく。じゃあ確かめ方どうするって言ったら、どこでもいいんだけど、じゃあこう使おうか。
X が4の時に9になってほしい。X に4入れると3412になっちゃうから、9にするためにはあと3引かなきゃいけないんだよね。いい？じゃあこっちで確かめたとします。X に5を入れると3515、12にしたいから3引かなきゃならないでしょ。つまり、これが答えでしたって。いうふうに、これはずるいやり方ですけど、実際ね、まあ、塾講師やってる時に、もちろんさっきも言ったように途中式書かされればちょっと厳しくなっちゃうんだけど、解くことができますので、まあ、こんな感じで、ね、ちょっと頭の片隅にまた置いといてください。で、ちゃんとしたやり方なんですが、これは、まあ、有名な問題でね、この問題。これをね、こういうふうにね、考えるの。こう。一辺が5のとこの時ね、5個の時っていうのは、こう分けると、4個セットが3つあるよねって考えるんです。4個セットが3つ。この時ね。4が3つある。あ、さっき消さなきゃよかったね。じゃあ4つのさ、この時あったでしょ。で、これどうなるかっていうと、同じように切るの。こうすると、3個セットが3つあるよねって。じゃあ3個の時も行きましょう。これもこうやって2個セットが3つあるよねって考えます。そうすると 2×3、3×3、4×3 ってなってる。で、さっきとこっちと同じように考えれば、ここの3は固定だよね。まあ今から後ろは、じゃあ何が変わってるって、ここが変わってるわけ。2,3,4 って。で、この上の X と比べると、3の時ここは2、4の時3、5の時4ってことは、ちょっとこっちに書けないけどさ、 X の時ね、まあ、ここの数字より1個小さくなってるから、やっぱりさっきと似てるけど、X より1個少ない、X 引く1が来る。でも、かける3は固定だから、こうなるんだよね。で、これ3配ってあげると、3x-3 ってなって答えになるよっていう。これがちゃんとしたやり方です。この問題はね。というふうになります。なので、最初にも言いましたが、基本的にこの問題、まあ自分もそうでしたけど、数学が苦手な方にとってはすごく嫌です。見たときに。嫌なんですけど、さっきのずるい、ずるいずるい言ってるのあれだけどさ、このやり方、まあ、簡単に解けるやり方を使うことによって、答えを書くだけの問題だったら、わりかし戦えるから。だから、ぜひそういうやり方があるんだって覚えてもらって、で、みんなが実際テストのときに、それが使えなかったらほんとごめんなんだけど、もしかしたら使うことによって、これ結構得点入るってと、配点がね、高いことが多いんで、3点、4点、5点、プラスで取れたらさ、すごいラッキーじゃん。だからね、そうなってほしいと思って、今回ね、その簡単にというか、俺がね、よく使うこの方法も紹介させてもらいました。では、今回は中学校1年生教科書2章のテスト対策やらせていただきました。今回も最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。では、引き続きテスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方もぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。